というわけで、また切り抜かれる。それ大城のそれ大城のさ最近の口癖なんだけど切り抜きってさ、まあさ必然的にまあなんでしょうね、やっぱ切り抜き師もさすごい上手いのよ、切り抜くところが。だいたいそのちょっとお下品なシーンとか発言とかの方が伸びるの分かってるから、でそうなると大城って結構ネタの宝庫なのよ。だからなんか大城の今まで話した発言が全部なんか公にもっとより広く深くなんか広められてさそれ最近は やばい今の発言また切り抜かれるってすごいねビクビクしてるんですよ。掘り返されるのよ。全然ねいいんですけどね、自分が発言したことなんで。今のここ絶対切り抜かれんじゃうわーとかなったりしますけど、まあそれが伸びてたら ありがとうねってなるけどね、はい、女というものは数字と金で簡単に性格が変わります。